フィールドゲームはイートンカレッジで考案され、プレイされているフットボールの二つのコードの一つである。もう一つはイートンウォールゲームである。この競技はいくつかの点でサッカーに似ている。ボールは丸く手で扱ってはいけない。しかし、オフサイドルールはラグビーとより一致している。また、それぞれ6、または7人の選手によるスクラムも存在する。ゴールは サッカーと同じように得点することができるが、ゴールキーパーは存在しない。しかし、イームはルージュルージュによってより多くの点を得る。ルージュを得るためには、選手は相手チームの選手の一人に、ボールが当たって方向が変わるようにボールを蹴る、あるいはチャージダウンを達成しなければならず、次に、ボールがピッチの相手エンドの範囲を超えなければならない。そうすることで、ボールはルーナブルとなり、 攻撃側の選手がボールに触れることでルージュが完了し5点が得られる。ルージュは得点したチームが次に2点のコンバージョンを試みる点でトライと類似している。この競技は事実上すべてのイートンの少年がプレイする唯一の競技であり、レント半期の間の競技カリキュラムにおいて最も重要な地位を占めている。一部の情報源は フィールドゲームのルールが早ければ1815年に書き留められたと主張しているものの、これはイートン高校文書保管人を含むその他の情報源によって否定されている。イートン高校文書保管人は最初の規則は1847年に遡ると述べている。イートンフィールドゲームはイングランドの新聞に試合記事が掲載された最初のフットボールの一つであった。 ベルズ・ライフ・イン・ロンドン氏の1840年11月29日号は、1840年11月23日に行われた試合を特集した、ザ・11が、ザ・7を、1ジェイル、4ルージア対1ジェイル、1ルゲで打ちまかした。近代において、審判は、インランドのパブリックスクールのフットボール競技、とりわけ1845年に、イートンフットボールにおいて、初めて提唱された。 フィールドゲームにおけるポジションは、主に二つのグループ、ブリー・ブリーとビハインド・ビハインズに分けられる。反則が起こった時、試合を再開する二つの主な方法がある。一つはブリーで、反則を犯していないチームがヘッド・ヘッズを持つ。もう一つの方法として、より重大な反則に対しては、キックが与えられる。フィールドゲームには、点を得る二つの主な方法、ルージュ。 またはゴールがある。ボールがルーナブルの時、両チームの選手は最初のボールに到達するために競い合う。攻撃選手が最初にボールに到達したならば、攻撃チームがルージュを得る。ルージュは5点であり、コンバージョンも試みられる。守備選手が最初のボールに到達したならば、攻撃チームは点、またはブリーの選択権を得る。攻撃チームは1点を得るか、 ピッチの相手側の端の近くでブリーを作るかのいずれかを選ぶことができる。攻撃チームがピッチの端までボールを運んだならば、ブリールージを得て、前と同じようにコンバージョンを試みることができる。コンバージョンでは、攻撃選手らはピッチの端でサイドからゴールに向かって、即線上をボールを移動させる。攻撃選手はボールを動かし続け、即線から外れないようにしなければならない。 攻撃側をゴールを狙うか、ボールを守備選手に当てて、ルージュを狙うかのいずれかを試みる。現在の形式のコンバージョンは2002年のルール変更によって導入された。それまではコンバージョンではなく、ラムラムであった。ラムでは、攻撃側の4人の選手の重列が、レフト、アップライト、アップレフト、アップライトアップ、ワンツースリーの音に合わせて、足を上げて、次に、 ラムの叫びと共に、ゴールから2.5ヤードの位置に構える守備側のゴールポストスクラムに突撃して、ボールオラインを越えさせようと試みた。ありがとうございます。